ゲッターズ飯田さんに一番良い引っ越しのタイミングと場所について占っていただきたいということですけども、1990年12月18日生まれの亀どうでしょうか。はい、うん、3月、4月に探して、うん、6月に引っ越し、まあ、これがちょっとずれても、うん、8月、までに引っ越しを決めた方がいいタイプ、うん、それを過ぎたらちょっと引っ越さない方がいいと思います。で、現在住んでる場所からどこに住んでるかちょっと分かりませんが、北ですね、うん、北側に引っ越せたら引っ越してください。はい、これ全般において引っ越しする人が気をつけるべきことって何かありますか。はい、あの引っ越される場合、うん、その住んでる場所、まあ、住んでていいことないなとか、うん、もう3年持てなかったらすぐ引っ越してください。うん、部屋が悪いです。川を渡ってください。空気の流れ大きく変わりやすいの で、うん、で独身で結婚したいなっていう方はできるだけ奇数回狙ってください。13579で、うん、できれば3、まあまあ東京だとやっぱりちょっと1回怖いから3回か5回ぐらいで、うんうんうん、でも結婚してとかあと仕事も安定してる人は偶数回の方が守りが強くなるので、うん、攻めは奇数、守りは偶数だと思って。引っ越しって俺も今年夏過ぎに引っ越したけど本当にいろいろガラッと変わってくるよね。引っ越したんですか、そもそも。引っ越しました。めちゃくちゃいいタイミング引っ越しましたね。あ、本当ですか。もう本当にずっと長かったんですけど引っ越したんですよ。そうですね、はい、でもそう、人脈変わりますよね。変わります。視野も変わるっていう。変わるし、本当に引っ越すと本当に変わるなっていう、はい、で引っ越した先で本当にこんなこと今までなかったんだけど、はい、お隣さんとめっちゃ仲良くなるっていう。あ、そうなんですね。お隣さんが、まあ、たまたま妻のすっごい仲いい人の知り合いだったんですよ、はい、偶然ですか。偶然で、すごい仲良くなって子供も同い年ぐらいだったりとかして、そういうこともあるよなって、本当にガラッと付き合いも変わったりして。引っ越しね、すごい大事なんですよ。だからずっと良くないなっていう人もたまに会うと、もう絶対引っ越しておいて言うので、うん、だったら引っ越した方がいいです、はい、それぞれの都道府県の運気ってあるんですか。何でもやると思ったら大間違いですよ。バイオリズムみたいなの慣れすぎて大体雑なところ。それ僕の周りの先輩とかよくやるやつ。飯田今日何食べたらいいみたいな。知らないですよ。食べたいも食べたらいいって聞くところでした今。そう、ダメですよ。そう、まあでも都道府県の運気はないんですけど、はい、県民性占いとかは出てて、一通り読んだことありますけど。どんな占いなんですか。まあ、でもこういう県はこういう人が多いみたいな、まあ、占いとかデータみたいなのが出てたりとか、でも県民性あるじゃないですか。県民性の番組みたいなのがありますから、ちょっとずつやっぱあるんですよ。へえ。占ってる時に県聞くと、あれこういうタイプですねって言うと、どんどんそうですそうですみたいな。そうなんですね。僕静岡県で西部の方なんですけど、僕はきはき、まあ、毒舌よりはきはき喋るんですが、今日先ほど別の番組で会った素人の方なんですけども、その人も西部の人で喋り方が似てて、うん、でみちょぱさんも元々あの人浜松なんで、だから喋り方はきはきしてるのはテレビ的じゃなくて元々県民性なんですよ。あるんですね、そういうのが。まあ、同じ方に会ってみて自分が気づくことあるかもしれないですけど。そうそうそう。だから僕は静岡地元に帰るとみんなちょっと口が悪いんで、うん、なんだこの県と思ったら自分に似てると。めちゃくちゃ来てるんですよ、みんな。はっきり言うからみんな。鏡ですね、相手は。そうなんですよ。そうか、じゃあ2021年にあの県が幸運とかないんですね。そうです、それないですね。そんなランキングつけたら大変なことになりますよ。そうですよね、はい。ただよくお話に出てくるのは、あの移住した方がいい星だとか、はい、ありますよね。東京の方が力を発揮できるとか。あります、あります。そういうことは飯田さんおっしゃってますよね。芸術系アート、新しいことが好きな人は都会に住んだ方がいいんですよ。そうすると刺激をちゃんと発散できるんで、うん、だからこれ聞いてくれて、田舎にいるのに野心向上心になって新しいこと好きな人はそれでもうそれで不運になりやすいんですよ、うん、爆発する力がどこに使っていいか分かんないから。こうなるとなんか急にバクチーハマっちゃうとか不倫にハマっちゃうとかあるんで、そういうタイプは意外と都会に引っ越してやり直して人生やり直してみるとなんか楽しく生きられるので。やっぱり都会はチャレンジの数が多いですもんね。そうなんですよね、選択肢が。そうなので、ちょっと自分が刺激に弱いなって方はもしかしたら東京とか大阪に引っ越した方がいいかもしれません。旦那が職場の部下とダブル不倫で家を出ていき、相手女性と同棲しました。初めは生活費を今まで通りもらっていたのですが、自分たちの生活が苦しくなり、生活費を渡すのを子供たちの養育費だけにしたいようです。住宅ローンもあり、今の家でやっていくには経済的に難しいので、離婚し来年4月子供の進級に合わせて実家に帰る方向で考えていますけれど、本当にそれでいいのか踏ん切りがつきません。まあ、ここですよ。金の問題が出てきますからね。
ね、うん、ではゆいゆうさんを占いまして、運気的にはそうか、今年の判断ミスは出てるんですが、2021年実家に帰るといい運気は出ておりますので、うん、住宅ローンが払えないんでしたら切り替えて、ご実家でやり直しをするのいいと思います。で2021年の末、2022年に素敵な方が現れるので、ただゆいゆさんもともと男見る目ないので、一旦周りの方にどうか大丈夫かどうか一回聞いてみた方がいいと思います。でも素敵な人が現れると言ってると本当現れるタイプなので、うん、でもねちょっと口が悪いので、なんと優しい割には口が悪い人っていうのがいるんですよ。優しい人の口の悪さってより傷つきやすいので、周りが根っから悪い人はもう悪いからもう嫌な人いつも言ってるよみたいな感じになるんですが、ちょっとタイプが違うので言葉選びだけ慎重になるようにしておいてください、うんうん、はい、好きな人、あ、素敵な人と出会えるっていうのは口に出した方がいいですか？そうです、なんかいい出会えるよとか、それ始めるといい人出てきますので言っておいてください。言霊、はい、大事だです。いや、ゆいゆうさん言っておいてください、救われますように。でも才能ある男に惚れるので、うんうん、才能のある人はもう評価されてるんで一人でも反対する人がいたら、そういたらやめといて、気をつけてくださいね、はい、キャリアアップで転職する人とかも最近本当に、はい、多いと思いますが、そういう仕事を変えるとか、そういうことで気をつけた方がいいことってあります、はい、仕事僕よくアドバイスするのが、うん、苦しいとか辛いとか、さっきおさまさんも言ってた、うん、そこで転職しちゃダメですよ、うん、もう楽してここで学ぶことないなと思ったら転職です、うん、要は大変ってことはまだ勉強してる最中なので、うん、まあ、そこで吸収するだけ吸収して楽になった、もうちょっとこれはちょっと給料もらいすぎて損だな、これは向こうに悪いなと思ったら独立とか他のこと変えればいい。人は人、相性、対人間関係だったら人は難しいところもあるんですけど、うん、本当は他人の方が楽なんですよ、うん、人、向こうの立場を考えてどう動くかってことを、うん、まず一自分じゃなくて一他人の目線で考えて、うん、あとどう、何しろ、この会話投げたらこう返ってくるな、想定して会話してみるとか、ちょっと人に合わせてみると意外とそんな難しくないので、まあ確かにね、僕もでも一回なんかやっぱこの人合わないなと思っても一回合わせてみようと思うんですけど、でもそれでも合わない人っていうのはなんかこれがなんかこの人間としてもそうだし、もしかしたら前世でなかったのかそんなのもあるじゃん、たまにそういう人、本当にそれと合わない人がいる、なんかいるよね、たまに。だそういうのは逆になんか揉めずにある一定の距離だけ保ってなるべく次仕事しないようにとかって思うんですけどまあでも一回に寄るのは大人としてね、ね、一回寄ってみたら面白かったりするしね、続いてもう一枚いきましょう。ニャフテンさん、女性27歳、私は今年引っ越しして彼氏と同棲を始め、仕事を辞めたり家族別に彼と入籍する予定なのですが、母が入院している最中に結婚するのはどうなのか、またこの彼と本当にしてもいいものなのかとか、仕事についても本当にやりたい仕事夢に抱いてるのにもかかわらず自信がなくて進めない、自分がどこに進めばいいのか分からないっていうことなんですけど、まあ、とにかくもう激動の1年、はい、だったっていうことでね。でも彼氏は同棲を始めてるわけですよ。で結婚とかどうなんでしょうってことですけども、はい、この人が、1990年9月18日生まれで、彼氏が87年で3つ年上だね、9月30日生まれってことです。どうでしょうか、はい、このお二人結婚すると思います。あ、そう、相性いいです。相性いい、はい、おいいじゃん。でこの方の、まあ、トラブルでも、まあ、僕いろんな方も見てるので、もう5万5000人見てる中、うん、自分の問題をこれお母さんが入院してるからどのこうのでスライドする人って見えなくなってくるんですよ、うんうんうん、問題はまずこの彼と結婚することだけに焦点当てた方がいいのに、これにお母さんがこれになんとかが仕事がってなるとぐちゃぐちゃになってくるんで、うん、一個一個処理してって多いです。まずもう結婚別にできるから、うん、結婚しちゃえばいいんですよ、うん、でその後にじゃあ夢のある仕事をできるかどうかを判断していけばいいので、うん、人間ってまとめてやろうと思うと大体できないもんなので、うんうんうん、特にこのタイプかなり頑固もんなので、まず1月に入籍したらそれにめがけてプラスに考える、あ、それどうなるのかなって楽しいのかなって考えて動き始めると、他のこともだん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 と処理が、効きますので大丈夫と思います。でもこのね、ニャフテンさんの最大の欠点はね、人の話をほぼ聞かないっていうダメですね。そうなんです。大体いろんな方見てますけど、人の話を最後まで聞かない人って延々とトラブルは続くんですよ。最後まで聞く、どうなのかって判断するってことが大事なので、勝手に決めつけてやもんもんってやるから、いや、そこ落とし穴ありますよっていうの聞かずにそのまま突っ走っちゃうから、それもね、苦労続くの。他に行ったらなんかどうもお父さんに嫌われてしまってるというか、はい、厳しく、そういう人もいるじゃないですか。ありますね。そういうのってどうしたらいいんだろうね、そういう場合って。
ご両親向こうの場合だと、うん、男性の場合だと、まあ、娘あげたくないからって言って、うん、でもその壁乗り越えてこないといけないので、うん、それだけ情熱があるとか、うん、挨拶とかお礼とか、うん、あと手紙書くとか、うん、誕生日プレゼントあげるとか、うん、してくれる、まあまあ通用しない人もいますけど、うん、でも常識の範囲内でちゃんとしっかり自分がしっかりしてるなと思ったら、うん、大概のことはうまくいくので、うん、しっかりやってみてください。最後に旅行に行くといい方角とかってのありますか？もう南がいいです。南、ハワイとかグアムとか南の島、まあまあまあ沖縄から始まり暖かいところに行くのが、うん、暖かいところ、暖かい。なんで？僕の占いと銀のイルカっていう人たちが運気絶好調なんですけども、うん、運のいい人に乗っかるって僕一番いいと思ってずっとまだ占いアドバイスしてるんですが、この人たちが、ね、南が一番いいんですよ。これに一番行くので、まあ、北の寒いところ行きたい方は行ってもいいので、できれば暖かい時に、暖かいところに行ってちゃんとバカンスに、なるほど、遊ぶのが非常に、はい、というわけで、じゃあぜひ皆さん来年南に行きましょう。